お疲れ様ですまあ組織的な犯罪ってのはなん、まあ、で起きるかっていうと誰か圧倒的な圧力があって起きるというよりもなんとなくその組織にいると組織の中の中理理屈理論でで動くくよようになってくるんですよねで。だん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 その自分がまだ新人だった頃とかその仕事に憧れていた顧客だった頃の気持ちっていうのが離れて例えば自分の。 毎月の支払いがあるとかね家族を路頭に迷わせるわけにはいかないとか今会社の不正を公開したところでどうせ潰されるとかそれによって会社っていうのがあ今の規模を維持できなくなって下手したら倒産するかもしれないっていうふうな組織の色になってくるんですよねでも不正をしないと生き残れないような会社ってこの世の中からない方がいいんですけどもでも残念なことに不正を告発してその会社がなくなったところで そのののマーケットっててはささらにに皮が厚いいい不正を何とも思わない会社に吸収されていくだけなんですよねだから本来ならあの悪化が良化を駆逐するっていう話があったんですけどもそれはね偽札が出回っていくとお金に信用がなくなって結局まともなお金すらね誰も使うのを嫌になってしまって、えーまあ、金融ってものが崩壊するっていうふうな昔中国にあったそういった例なんですけども私たちが目指すところって、まあ、理想論で言うとね 良が悪を駆逐するだからいいものが溢れていくと悪いものが選ばれなくなっていうね市場原理に期待したいところなんですけども残念ながらどちらかというと悪いことの方が早く結果出るし儲かるし、うん、で悪いことをしたんだけども後で更正するっていうのを褒めたたえる風潮がこの日本には特にあってですね昔悪かった人が いや昔はやんちゃしてたけど今はさもうおとなしくなったよって言った方がなんかいい人みたいに見えるわけですよねでも一回もぐれなかった人ってそのまま目立たない人生を歩むんだけども一番評価されるべき人のはずなんですよでもなぜか昔はあの人に迷惑をかけて物を盗んだりとか壊したりとか殴ったりとかした人が今では一切そういうことをせずに更生しましたって言った人の方がねなんか立派な評価を得るんですよねだからどっちかっていうと、うん、悪名は無名に勝るみたいな言葉がねするように 悪いことをした人の方がなんかね上り詰めるのが早く,早くなるみたいなのはなんかねあの悪に憧れる、まあ、そういうふうな気持ちがないでもないんですけどもでも現実世界ね、ね。悪がののさばっっっっててややたももん勝ちとかいいうのは、ぱ悲しでですよ、ねうん、でもその中で組織ってものを一人で運営しているとあこれは違うなと思ったらすぐに止めることができるのは本当にねこのこの今年の YouTube の件でも私も同じように判断しましたからね。 その人間対人間の関係は別に悪くなかったんですけどもあでもこの人に大切な自分の熟成さんもしくは視聴者さんを委ねちゃとはだなと思ったんでまあどっちを大事にするかっていうところだったですよねもちろんあの結託してそのまま気づかないふりしてね自分のせいじゃないんで自分は紹介しただけなんでっていうふうにプロモーションすればやっぱ売り上げが立ったと思うんですよでも今となってみたらねあのそこのサービスを受けていた人があの久保さんのあそこでね 何があったかっていうのは大体分かりましたみたいな感じで結局そのまあちょっとねここは離さないでおきましょうか結局良かったなってところになりましたねこの繰り返しなんだなと思いましたでその根底にはねあのいや売り上げの心配しなくてもいいからそれができるんだよっていうふに言われるかもしれませんけども確かにそういうところあるんですよだからこそあの自分の 売上げににわらず正しいいいととととと思ええるるるここををやれるよううなな環境を整えるためにも早く稼,いない稼がないとねということですよ、ね、なんか最初はねセルフバックですらね不正だっていうふうにあの言われたこともありましたよセルフバックしてお金を得てそれはなんかただお金をこうやって取ってくるだけじゃないかみたいな。いやでもその案件を広めることによってこうやってセルフバックの案件がありますって広めることによって実際に契約する人もいるじゃないですか。 ってていう風なな理屈なんですよね保険の面談とかにしてもでそれを織り込み済みで保険会社もそういう案件作ってるからまさに私みたいなインフルエンサーが最初にウォーターサーバーとかをやって個人的な報酬を得ることによってこれいいよって感じで広めてで利用者が増えていく認知度が上がっていく広告料が結果的に安く済むっていう形なんでまあ今振り返ってみてもね当時はやりたてで自信がなかったところもあったんですけども今はね本当にアフィリエイトをやり続けてよかったかなと。 時には、ね、ウォーターサーバーをその瀬戸内海の島に持ち込んでいくみたいなこともありましたけどもねあれもやれてよかったなと思いますよねあそこまで徹底的にやったからこそ自分なりのマインドセットが整ってきてね今に繋がってるのかなと思います。マスクあの時はね今10年後とかが私がこうやってね1戸建てを一括で買ってねで車何台も所有して毎日こうやって YouTube で喋ってるだけで暮らしてるなんてそこまでいくとは想像もしなかったんですけどもただ目指したことは事実です。 そんな将来を期待して目指すすことは事実ですなってるかどうかわかんないけどもでもそこに不安を抱くよりもその階段のね一歩一歩今日やることをまあ見過ごさないことっていうのにはこだわってきたかなってことですね。それじゃあいってらっしゃい